皆さんこんにちは、トーキーです。今年も無事にクリスマスを迎えることができました。クリスマスはキリストの誕生日ではありません。実は聖書にはキリストの誕生日は書いていません。ではなぜ12月24日そして25日がキリスト教と結びついたお祭りになったのでしょうか。歴史を少し紐解いてみたいと思います。キリスト教っていうのは後からできた宗教です。それを世界に広めようとしてそれぞれの土地に根ざしたもともとあった信仰を利用して少しずつ拡大して力をつけていったのがキリスト教なんです。日本は八百万の神といって神様は細部に宿るという考えのもとたくさんの神がいる国でした。それは昔の古代ヨーロッパも同じなんです。昔は電気もなく人々は自然と強く結びついて生活していました。ですから古代ヨーロッパの人々も木に神が宿り土に神が宿るといった自然崇拝を主としていたんです。それが途中からキリスト教ができて神様はたった一人であると、その教えを広めるために他のキリスト教以外の宗教をすべて異教とみなしたんです。英語でペーガンと呼びます。現在アメリカは女性を中心にペーガニズム、ペーガンの復活を、徐々に盛り上げています。今は堂々と私はペーガンですという人も多いです。つまりキリスト教以外はすべて異教なので、荒っぽいですよね。キリスト教は全く他の宗教を認めないのでそうなってしまうんですけども、それを逆手にとって現在は私は異教徒ですと堂々とアメリカで言う女性が増えています。男性も徐々に増えてます。冬のヨーロッパは雪に閉ざされます。非常に寒いです。ですから冬になる前に人々は収穫をし、そして家畜は肉にして冬に備えたんですね。ですからご馳走はたくさんありました。で、秋につけていた、夏や秋に取れたビールなどを、ブドウ酒とかですね、ワインとかちょうど発酵して飲み頃になるのも冬でした。ですからもう外にも出られない、畑もできないとなると人々は家の中でみんなで焚き火をして長い冬を少しでも明るく、そしてそれをお祝いするといったような形で冬を過ごしていたんです。それぞれの土地でその年の冬至を境にお祭りは始まります。冬至というのは一年のうちで一番太陽が短い日です。だいたい12月22日前後です。12月21日の日もありますけれども、今年2019年は冬至の日は12月22日でした。この日にお祝いは始まります。そして太陽が復活していくという意味が込められるんですね。つまり冬至で一番短くなった太陽の日は徐々にその翌日からもう少しずつ日が伸びていくんですね。昼間が増えていく。なので太陽が復活するという意味を込めてお祝いをしていた。そして今年の収穫を感謝を述べて無事にこの冷たく辛い冬を乗り越えて来年も生きてますように、そして来年も収穫がありますようにという祈りも込めていたんです。北欧の3カ国スカンジナビア諸国と言われるスウェーデン、ノルウェー、デンマークでは12月21日からユールをお祝いします。クリスマスの前にユールというのがこの北欧にはあったんです。スカンジナビアというと、このスウェーデン、ノルウェー、デンマークの3カ国を指しますが、たまにフィンランドやアイスランドも含んだ5カ国をスカンジナビアと言います。でユールというのは彼ら北欧の人々にとっては冬至のお祭りです。12月21日から始まるお祭りですね。で12日間ユールログと呼ばれる大きな丸太を燃やします。この丸太の火が燃え尽きないようにずっと燃やすんですね。この大きな丸太ユールログの名残が、フランスのクリスマス歌詞の一つブッシュドノエルにその名残があると言われています。ブッシュドノエルって木の切り株、丸太のように見えますよね。
もともとは北欧のユールログがお菓子になったと言われてます。まあ、さらに北欧とは別に古代ローマで農耕の神サトゥルヌスを称えるサトゥルヌス祭というお祭りが12月17日から24日にかけて行われていました。これも冬至の日を境に、まあ、お祝いをするという意味なんですけれども、農耕の神なので収穫とかに、お祈りを捧げてたと思いますが、ローマで、まあ、クリスマスキリスト教を定着させるのに利用されたとも言われています。北欧ではユール、まあ、ローマではこういったもの、あとローマのミトラ教、太陽の神様をお祝いするその誕生復活が12月25日なんです。このミトラ教もクリスマスキリスト教を定着させるものに一役買ったと言われています。あと現在クリスマスにクリスマスツリーを家の中あるいは外に飾ったりしますが、あれはドイツから持ち込まれた風習と言われてます。ドイツでですね、冬も枯れない木を見つけて切って、その冬でも枯れない木は永遠の命を授かるとドイツで信じられていて、それを冬の寒い時期に次の年まで生き残るために家に、まあ、いろんな飾りをつけて飾ったんです。でそれがクリスマスツリーのですね元となったと言われてて、それが初めてイギリスにもたらされたのは、当時ビクトリア女王がイギリスの女王だったんですけど、ドイツのアルバート公がイギリスのビクトリア女王と結婚したんですね。そのドイツのアルバート公がイギリスにその最初にクリスマスツリーを、まあ、公に持ち込んだと言われてます。でそのロイヤルファミリーですよね、イギリスのロイヤルファミリー、王室の方々が大きなクリスマスツリーと一緒にクリスマスを祝ってるものがアメリカのマガジンで掲載されて、それからアメリカに一気に広まったと言われてます。それまでは各地で細々とアメリカでも、まあ、小さなクリスマスみたいなのあったんですが、もともとアメリカって白人が最初イギリスの宗教改革、イギリスはカトリックとプロテスタントの戦争みたいな戦いがあって、迫害されてたピューリタンと呼ばれる人たちがメイフラワー号に乗ってきたんですね、アメリカに。で、彼らは聖書に書いてあることしか信じないので、クリスマス自体をキリストのものだとは思ってないんですね。全く書いてないからクリスマスのことは聖書に。なのでこれは許さないと、クリスマスは禁止だと、特にピューリタンが多かった昔のマサチューセッツとかでは禁止したんです。その隠れてクリスマスを祝ったらゴシリングといって、当時大金と言われてた金額、罰金として徴収してたほどだったそうです。まあ、ちなみにビクトリア女王が君臨してた時代をビクトリア朝と呼びますが、有名な日本でも人気のシャーロック・ホームズはビクトリア朝の時に、その時代に生まれた小説です。その時ビクトリア朝の時代に初めてロンドン警視庁、まあ、通称スコットランドヤードといって、まあ、もう正式なですねイギリスの警察組織ができたんです。それまではですね、まあ、民間もどんどん事件にずかずか乗り込んできていろいろなことをして、さらに上級階級の人は捜査をしないとか、そういったまあことが行われてたんですが、実際に労働階級の刑事が生まれたのもビクトリア朝の時代です。まあこれは余談ですが、ビクトリア朝の時代に初めて生まれた刑事という職業で、一度ですね大きなお屋敷の中で幼い娘が殺害されるという痛ましい事件が起きました。まあ、実話なんですけれども、で刑事がですね初めて、まあ、ずかずかとその上級階級のお屋敷、貴族の屋敷に入っていって捜査をした結果、この刑事が推理としてお姉さんが妹を殺したと結論付けたんです。もうイギリスはもう飢えをしたいの大騒ぎで、貴族に対して労働階級の刑事がなんて口の利き方をするんだと、あんな立派なお屋敷に住んでるお嬢様が妹をこう手にかけて殺害するなんてことはあるはずがないって、もうイギリス中で大騒ぎになったことがあったらしいんですけれども、それからまあ数年後実際にお姉さんが教会で告白したんです。私が妹を殺しましたと。
それで人々はケージの推理は正しかったんだということで、そのケージの推理についても人々は興味津々だったんですね。だからシャーロック・ホームズはもう大いに受けて、一気にイギリスの大ベストセラーになったんです。まあそこには歴史があるわけです。でまあ次にサンタクロースの歴史についてちょっと触れてみますと、実在する人物が元になっていると言われています。聖ニコラス、セントニコラスと言われていて、まあ、裕福な家庭に生まれながら、まあ、両親から受け継いだ遺産などを貧しい人、困ってる人、病気の人たちに分け与えたと言われています。で何より子供たち3人の娘を救った話が有名なんですけれども、3人のお嬢さんが、まあ、家が没落してしまって、お金がなくなって奴隷として売られることになったんです。まあ、それを聞きつけたのか、ニコラスが、まあ、大きな革袋3つに金貨を入れてお父さんのところに届けてあげたっていう話があって、それで娘たちは奴隷として身売りすることを免れて結婚まで行けたと。でニコラスは自分のことは言わないでねってお父さんに言ったんですけども、お父さんはあの人こそが我々を救ったみたいなことで、ニコラスが、まあ、すごく有名になったんですね。でニコラス自身は宗教に自分の身を投じていったわけです。今はトルコになってますが、当時はローマです。ローマ帝国の一つの小さな町、ミラという町に、まあ、聖ニコラスはいました。そこの司教になっていたんです。司教になっても彼は困ってる人たち、弱ってる人たちにずっとお金をあげたり、罪をすべて許してあげたりしてたんですね。それで聖ニコラスの名前はもうヨーロッパ中に響いて、ヨーロッパではとても人気のある聖人でした。で彼がですね、その窓からコインとか投げ入れてたみたいなんです、貧しい人の家に。すると昔冬ですから、外に洗濯物を干しても乾かないので、暖炉のそばに靴下など吊るしてたら、その靴下にたまたまニコラスが投げた金貨が入ったりして、それで今クリスマスに暖炉のところに靴下を、まあ、ソックスを吊るす習慣がそこからできたと言われています。まあ一説なんであれなんですけど、まあ、セントニコラスは12月6日に亡くなりました。まあ、天に帰った日として、それからヨーロッパでは12月6日をセントニコラスの日、今ではサンタクロースの日として各地でお祝いがまだ残っています。特にオランダでは12月6日の前の日、12月5日にプレゼントをお互いに贈り合う風習が残っていて、まあ、さらに11月の末頃にシンタクラースと呼ぶんですけれども、セントニコラスのことをオランダ語で読むとシントニコラースになって、それを伸ばすとシンタクラースになって、サンタクロースにちょっと似てますよね。サンタクロースはこのオランダのシンタクラースから来てると言われてます。セントニコラスがオランダの訛でシンタクラースになって、それがアメリカに来てサンタクロースになったと。なぜサンタクロースがアメリカに根ざしたかというと、実はニューヨークが発祥なんですね。ニューヨークって昔ニューアムステルダムと呼ばれていました。ニューアムステルダムは新しいアムステルダムという意味です。アムステルダムってオランダの一番大きな都市なんですね。ニューヨークってもともとオランダの移民から始まった都市なんです。昔世界で初めてオランダが作ったオランダ東インド会社という、まあ、世界で初めての株式会社があって、そのオランダ東インド会社、まあ、オランダのアムステルダムに本社があったんですけれども、それがスポンサーとなってイギリス人のハドソンに、船でこのニューヨーク一帯を冒険させたんですね。その時のハドソンの名前が今ニューヨークの中を流れる川、ハドソン川の元になってるんですけれども、でそこでここはとても素晴らしい湿地帯があるんですけれども、硬い岩もある、まあ、非常にちょっとレアな土地なんですね。ニューヨークって湿地があって水も豊富なんだけれども、重たい建物を建てても平気な地盤なんですよ。普通湿地帯ってなかなかね建物も建てられなくてっていうのはあるんですけど、ニューヨークってちょっとレアな土地なんですね。湿地帯があるんだけれども岩もあるみたいな。それでここは今から発展すると見込んで、オランダ人はどんどんニューヨークで貿易を繰り広げたんです。まあ、当時
イギリスのピューリタンがたくさんいた土地はアメリカでもクリスマスは禁止していました。キリスト教と全く関係ないということで異教の祭りは禁止したんです。けれどもオランダ人は心が広く、自分たちがセントニコラス、シンタクラースもお祝いしてるんだからということで、ニューヨークでどんどん、まあ、当時はニューアムステルダムですけども、どんどんお祝いしてたんですね。で、まあ、とても古いニューヨークの歴史の本があって、まあ、そこにはオランダの移民が、まあ、ニューヨークに来てセントニコラスをお祝いした、シンタクラスをお祝いした。で、まあ、パイプをくゆらすセントニコラス、でさらに贈り物をするために煙突を降りてくるとか、いろいろ書かれてたみたいで、これがサンタクロースへの第一歩となっていると言われています。まあ、当時のオランダの、まあ、言葉、シンタクラースだけではなくて、ドイツのサンタニコラス、まあ、ヨーロッパ中にニコラスは人気だったので、いろんな土地の呼び方、ニコラスがそのままサンタクロースになっていったと言われています。で、1823年になって、クリスマスの前の晩という日本語タイトルがあるんですけども、英語では The Night Before Christmas というポエム、詩ですね、が発行されて、それが大ベストセラーになったんです。その中にはサンタクロースが8頭の、まあ、トナカイでソリを引かせて夜空から、まあ、窓の外に来て、で、まあ、陽気な、しかも小柄、ノームと言われてて小人のように書かれてるんですね。だから煙突もスルスル降りてきたと。で、すすだらけになってるんだけど、陽気にハッハッハって笑って、プレゼントをちょこちょこってみんなの靴下に入れてあげるみたいなポエムがあるんですよ。The Night Before Christmas はもう、まあ、子供たちみんな知ってると思うんですけど、これで確実にサンタクロースのイメージが出来上がったと言われてます。陽気な小柄な、ちょっと小太りのおじさんみたいな感じですよね。で、まあ、世間ではですね、コカ・コーラの会社が、コカ・コーラ社がサンタクロースを赤い衣装をつけさせて、それでサンタクロースは赤い衣装をつける定番になったと言われてますが、これはまあ誤りですね、嘘ですね。コカ・コーラって1931年に初めてサンタクロースを採用してるんですよ。冬に落ち込むコカ・コーラの売り上げを伸ばそうとして。でもその前から、ずっと前からサンタクロースって赤い洋服に身を包んでるんですね。だから、まあ、コカ・コーラが最初っていうわけじゃないです。もともと赤い洋服につけてたイメージがあったんですね。さっきお伝えしたオランダのシンタクラースも赤い衣装をつけて、11月の末にオランダでは子供たちにお菓子を配りながら歩くんです。今でもセントニコラス、シンタクラースはオランダで愛されてますね。先ほどお伝えしたクリスマスの前の晩というポエムですね、 The Night Before Christmas、 この中で、サンタクロースのソリを引く8頭のトナカイの名前が載ってるんです。ダッシャー、ダンサー、プランサー、ビクセン、ダンナー、プリッツェン、キューピッ、コメットっていう8つの、8頭のトナカイにはそれぞれ名前があるんです。で、一番最初に赤鼻のトナカイ、あれルドルフっていうお名前がついてるんですね。ルドルフはそれよりもだいぶ後にデパートに勤務してた人が小説にして、それがヒットしてルドルフが定番になったんです。彼には、まあ、奥さんを先に死なれて、娘と2人生きてたんですけど、娘は動物園連れて行った時にトナカイにとても興味を示したんですね。で、お母さんを早くに亡くして落ち込んでる、まあ、2人だったんですけど、娘を元気づけたいから、で、まあ、その時彼はもうお金もないので自分で小説を書いてクリスマスプレゼントとして娘に渡そうとしたんです。で、まあ、赤鼻のトナカイはみんなから変わってる、赤い鼻でみんなと違うからって笑われてたんだけれども、サンタがこの深い霧の中、その鼻で明るく照らして自分のソリを安全に飛行させてくれって頼むんですね。それでサンタに認められて、トナカイ8頭は選ばれたトナカイって言われてて、その中に一番先頭でルドルフは落ちこぼれでみんなから笑われてたのに、一番先頭でソリを引く役目を仰せつかったわけです。で、それお父さんはその小説にどんなに不幸なことがあっても希望はあるんだよっていう意味を込めて娘に対して書いたんですね、赤鼻のトナカイ。それがその自分が勤務してるデパートで、まあ、
上得意のお客様に何百名かに無料でクリスマスプレゼントとして送られたのが最初なんです。でこの話がとても受けて、アメリカでは。で子供たちにクリスマスの時に、まあ、読み聞かせるといったようなことになって、あと赤鼻のトナカイの有名な歌がありますね。あれはその書いた小説を書いたお父さんの妹の結婚した相手が作詞作曲してるんですね。作詞はまあもちろん小説からなんですけど、そういった裏話があります。では最後にクリスマスツリーに関することを少し。クリスマスツリーのてっぺんに大きな星を飾ることがあります。あれはトップスターと呼ばれてまして、キリストが誕生した時に3人の博士、まあ、3人の賢者とも呼ばれてますけれども、大きな星が光り輝いてるのを見て、神がこの世に降臨したというのを確信したんです。で、神の子供が生まれたと、人間界に神が現れたということで、その光り輝いてる星を目指して、まあ、行って、それでキリストが馬小屋で生まれてるのを見つけて、まあ、祝福をしたというお話があって、それが1月6日と言われています。エピファニーと呼ばれる、まあ、光源祭と日本語で言うんですけども、それはその3人の博士がキリストをこの目で見て確認をした日と言われてまして、よって、まあ、あるいろんな家庭で、ヨーロッパあるいはアメリカでもクリスマスツリーは11月の中旬から末にかけて飾り始めるんですけど、ずっと1月6日ぐらいまでずっと飾ってる家が多いです。1月6日に片付けるんですけれども、それは1月6日にその3人の博士が大きな星に導かれてキリストを認めた日なので、それを祝ってフランスではお菓子を焼いて、その中にリングとか陶器の人形とかを忍ばせておいて、切り分けたお菓子の中に陶器が入ってたら、その人はその日その都市のクイーン、キングだってことで、ものすごいラッキーって言われてるんですね。だからそういったお菓子がフランスでは1月になるとうわーって売られるらしいんですけど、必ずそのお菓子には王冠が入ってるそうです。一緒に紙の王冠なんだけども、まあ、日本語ではそのお菓子のことをガレット・デ・ロワと書いてますね。あ、それからすいません、最後に、まあ、クリスマスツリー以外でアドベントカレンダーについてもちょっと触れたいんですけど、最近日本にもだんだんと浸透してきたアドベントカレンダー、これはですね、12月1日からクリスマスイブの12月24日まで、まあ、カレンダーを作るんですね。で、それぞれの日付に小さい窓とかポケットとか入れて、中にキャンディーとかポエムとか入れるんですよ。自分で描いた絵とか、小さいものでいいので。会社とか学校とかでよくやるんですけど、誰かのアドベントカレンダーのその小窓にポケットに入れてあげるんですね。チョコレート一かけらとかで、朝行くともうおはようって感じで行ったら、その日の小窓を開けたりポケットを見ると、例えば自分を褒めてくれる、まあ、いつも頑張ってるねとか、あるポエムが送られてたり、まあ、キャンディー一つ入ってたりするので嬉しいんですよ。まあ、クリスマスの祝う前にそれを待ち遠しいという意味で一日一日を過ごしていく。12月になるとアドベントカレンダーっていうのがね、最近、まあ、日本でもよくやるようになってるので、気になる方はチェックしてみてください。では今回はクリスマスにまつわること、歴史、その由来についてちょっとお話ししてみました。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録お願いいたします。それでは皆様、おやすみなさい。